高島秋帆は春と秋の2回にわたり長崎郊外において西洋演練と実弾射撃の演習をしていた。池部啓太は肥後の藩士である。若い頃秋帆の父高島四郎兵衛に砲術を学んだが、天文学、測量学、弾道学を極めた彼の才能は高島流の砲術確立に大きな功績があったのに、随身第一の門人として秋帆の信頼と尊敬を受けていた。これ何かわかるか、斧。お前これ見たことなかと。はあ、私の藩では見たことありません。まだそれは防備屋であります。先についておる丸いものは火薬です。その通り。よかな、このきれいな大砲ば、わしの親父が作ったもんたい。こげん大砲はお前たちの藩とか国も持っとるじゃろ。はい、はい、つまり日本古来の各流各派の砲術はどれもこれもこれに皆似たり寄ったりの問題。ところでこれはわしの高島流隊。見たところ、ああほんのこつ不愛想だばって、中に入っとる玉もそれに同じで、わしだけが日本で作り方を知っとる破裂弾ばい。これから2月一緒に撃つ。よう見とれよ。池部さん。よっしゃ、やったぞ。